はい、こんにちは、こんばんは、てるです。はい、今回は、4月に購入いたしましたライトノベルをまとめて紹介しようと思います。はい。ということで、4月に買ったラノベなんですけど、まあそうですね、そこまで大量に買ったっていう感じじゃないんですけど、まあどんぐらいかな。まあそこそこ買ったかな。今回は紹介していくんですけど、まあレーベルごとじゃなくて、まあぐちゃぐちゃになっちゃうんですけど、まあ順番にここら辺に画像出していくと思うのでよろしくお願いします。まずはこちら、ママ母の連れ子が元カノだったの4巻でございます。はい。ということで、まあ今月の、スニーカーの新刊で出てましたが4巻でございますね。はい。今回は、まあ、夏休み編ですかね、というところでございます。うん。まあ、これもね、非常になんか、ほんと右肩上がりの作品ですので、何かしら大きな発表がありそうですけどね。で、続きまして、電撃文庫のリスタート、転生新選組でございます。はい。まあ、春日三影先生の新作ということで、今回新選組のお話ですね。うん。まあ、歴史もの大好き先生なんですけど、まあ、今回は、日本史というところでございますが、まあ、そうですね。もともとこの作品は購入予定ではなかったんですけど、まあ、今月ね、仏甲賀のコインがね、しこたまあって、それの期限が今月までだったので、ちょっと使い切んなきゃやばいなというところで、これも買わせていただきました。うん。イラスト早め石先生というところで。で、続きまして、キューボ、少年ホムンクルスへの愛がやばい、美少女錬金術師をどうにかする方法でございます。はい。まあ、これレビューしました。今月の4月の、電撃の新作でございます。今月電撃ね、新作だいぶ書いたかな。うん。まあ、この作品はね、主人公が自分の元の体を取り戻すために犯人を探すって話ですね。はい。で、ヒロインの女の子がショタコンですと。で、続きまして、これもね、電撃文庫の新作ですね。はい。オーバーライト、ブリストルのゴーストでございます。はい。結構珍しいですね、これは。うん、グラフィティっていう、そのね、なんだろう、アートをテーマにした作品でございます。うん。結構話題になりましたね。オーバーライトですね。これもレビュー上げました。で、お次が、これも電撃ですが、アギですね。バージョン 2.0 ということで、バーチャル少女を踊りて、アギがね、僕大好きなんですけど、なんとね、2巻が出たんですよね。うん。で、今回は、ちょっと、ね、僕まだ読めてないんですけど、前回1巻かな。で、あんまり触れ、そこまで掘んなかった VTuber をまた掘っていくみたいなところなのかな。でございます。いや、ちょっとまさかね、出るとは思ってませんでしたが。で、お次がこちらですね。お隣の天様にいつの間にかダメ人間にされていた剣の第2巻でございます。はい。これはまあね、イラストレーターが変わりましての、新規一点の第2巻でございますが、まあ1巻同様すごく良かったですね。はい。で、お次が、スパイ教室の2巻でございます。はい。スパイ教室もね、1巻がすごい良かったんでね、ちょっと僕はまだ2巻読んでないんですけど、2巻でございます。続きましてはこちら、嘘でも愛してる。これも、今月のファンタジアの新作でございます。ついこの間、レビュー動画がありました。はい。まあ、ぜひご覧ください。うん。まあ、ラブコメですかね。ちょっと殺意のある。で、続きましては、ガガガの新作、昨日の春で君を待つでございます。はい。いや、これ、トンネルの作者の新作ということで、めちゃめちゃ面白かったですね。うん。タイムリープものです。で、お次が、オーバーラップの新作でございます。月50万もらっても生きがいのない隣のお姉さんに30万で雇われてお帰りっていうお仕事が楽しいでございます。はい。もうタイトルね、欲望丸出しの英語の作品なんですけど、もうつい最近読みましたが、うん、まあなかなかイラスト前まってよかったかなと思いました。うん、アットホームなお話でございましたね。で、そんな感じで、あとは、オーバーラップも一冊ありましたね。ハズレ枠の両体以上スキルで最強になった俺が全てを蹂躙するまでの5巻でございます。はい。まあ、これね、オーバーラップの中でも結構好きな作品ですね、僕は。うん。結構4巻で物語が動き出すかなっていうところで、今回5巻から動き出すのかな。ちょっとまだ読めてませんが。そんな感じでございます。第5巻ですね。また表紙がね、いいんですよね、これが。うん。こちら。エリスの聖杯ですね。エリスの聖杯、これ、結構前からね、読みたかったんですけど、まあ、なかなか手に、つけていませんでしたが、今回ちょうどね、ブックウォーカーでなんかキャンペーンやってて安かったので、買いました。はい。安かったので、ね、400円だったかな ?400 円くらいだったので、ちょっと買っちゃいましたね。ちょうど5月かな?来月確かね、
エリスの2巻が出るらしいですね。うん、でそんな感じでキャンペーンやってました。まだやってんのかな、ちょっとわかんないんですけど、うん、というところでエリスの聖杯でございます。でこれはね、まあ購入品ではないんですけど、おまけですね。断末とね、エリスの聖杯がクロスオーバーの SS が書かれているということで、はい、これフレイヤ様はエリスの聖杯を応援していますというね、クロスオーバー SS ということでございます。うん、まあ、これも購入特典ですかね。でお次はこちら、リビルドワールド2巻の下ですね、死後報復依頼プログラムでございます。リビルドワールドは2の上までね、先月買ったんですけど、下を買い忘れてたので下ですね。もうすぐ確か3の上が来月かな、発売だったかなと思いますね。うん、そんな感じでございます、リビルドワールド。いやー、これもう大盤ばっか買ってるとね、ちょっと大盤高いんですよね。うん、今ね1500円弱ぐらいするんでね、結局税とか入れちゃったら。リビルドワールドもね1300円ぐらいして、税入れたらもう1400いくらになっちゃうんで、はい、なかなか大盤ばっか買ってるとねお金なくなっちゃうなっていうところなんですけど、まあ、そんな感じでございます。はい、でお次がこちら、超高度かわいい重宝戦でございます。はい、これ先月かな、先月ね冥府の新作でございます。うん、これがですね、高校生の三角関係に裏社会の命運が揺るがされていく超本格学園スパイラブコメということでございます。はい、ちょっとまだ読めてませんが、そんな感じでございます。うん、結構評判はいいっぽいですね。でお次はこちら、両手に妹、どっちを選んでくれますかでございます。はい、これがですね先月のファンタジアの新作だったかなと思いますが、著者がね恵比寿誠司先生ということで、あれですね、イモイモの作者の新作ということで、イモイモが先月、最終巻だったかな。うん、でちょっとねちょっと気づいてなかったんですけど、この両手に妹新作も出ていたというところで、はい、これでございますね。はい、まあ、このどっちか選んでいくような話になるのかなと、ちょっとまだ読んでないんですけど、まあ、僕的にはそうですね、まあこの茶髪の方ですかね。はい、でお次がこちら、この後めちゃくちゃラブコメした第2巻でございます。はい、いやこれ1巻がね個人的にめちゃくちゃ面白かったんでね、2巻は結構楽しみですね。うん、これがですね、感想動画も上げたんですけど、著者は春日部武先生ですね。ノーコメとかミリオンセラーとかそこら辺の作者の、作品でございます。はい、この後めちゃくちゃラブコメしたでございます。はい、お次がこちら、魔王学院の不適合者の6巻ですね。はい、魔王学院の6巻は先月発売、先々月ちょっと覚えてないんですけど、はい、まあ、そこら辺で一応最新巻でございますが、ちょっと買ってなかったので買いました。はい、でございます。でお次がですねこちら、お隣さんと始める節約生活の第2巻でございます。はい、これは、ファンタジア文庫の、まあ、今のファンタジアのラブコメ結構人気どころじゃないかなでございます。うん、でお次がこちら、超久しぶりに出ましたが最新、オーバーロードの第14巻になります。はい、オーバーロードちょっと先月発売だったんですけど、ブックウォーカーが配信がね確か今月だったんですよね。うん、なんかオーバーロードだけ遅くて、てかエンターブレインが遅いんかな、割とね最近使い始めたんで、どのレーベルがどの時期に配信するかちょっと分かってないんですけど、まあ、今月配信されたのでオーバーロードですね、第14巻でございます。はい、でお次がこちら、ろくでなし魔術講師とメモリーレコードの第6巻でございますね。はい、メモリーレコードですね、まあ、短編の方でございますが、それの最新6巻でございます。これも先月のファンタジアの新巻でございます。はい、でそんなところですかね。あとね新作どころで言うと、ちょっと気になってたのを一冊、こちら、異世界のんびり農家ですね、の第1巻。これ今ね、7巻ぐらいかな、出てると思うんですけど、ちょっと気になったので、1巻だけ買ってみました。うん。まあ、ちょっとね、あらすじもそんな読んでいないんですけど、まあ、タイトルから見た感じ。まあ、異世界で、なんだろう、ゆっくりとのんびりを、野菜作っていくような話なのかなと思うんですけど、まあ、僕的にはね、本当に、どれだけのんびりしてるのか見たいところでございますが、異世界で野菜、話に波があるんですかね、ちょっとそこら辺気になるんですけど、もう盛り上がりポイントがまだちょっとね読む前ですから見当たらないんですけど、実際どうやって盛り上げてくるのか楽しみなところですが、はい、結構人気作品だと思うので、ちょっと割と期待はしています。はい、でお次こちら、かまわれたがりの
春がすみさん、隣の席のあの子は俺の嘘が好きでございます。はい、これ最近第2巻が発売されて、ちょっと読みたかったんで1巻買いました。1巻は、去年のいつかな、いつだかでございます。はい、ということで、まあ、完全にね、まあ、表紙一発買いみたいな、一発気になり買いみたいなところあるんですけど、まあ、ラブコメなんですかね。MF 文庫の作品でございます。はい。現在2巻が、発売されたばかりでございますが、こんな感じでございます。で、お次がこちら、やがて僕は大軍師と呼ばれるらしいの1巻と2巻でございます。はい。2巻が最新巻なんですけど、これが、先月から2月の MF 文庫の新巻で出ました。はい。MF 文庫の作品ですね。著者、柴村ゆり先生、イラスト、片桐日向先生でございます。柴村先生は、そうですね、いろいろやってますが、同じ小説だと、有名どころで言うと、マージナルオペレーションとかですかね、の方なんですけど、でイラストが片桐日向先生ということで、マダンノート・バランディスとかのイラスト描いてた方ですね。で、この作品は、戦記物。ということでね、もうなんかパッと見でね、あれマダンのスピンオフ出たんかなとか思ってたんですけど、まあそんなところなんですけど、まあそうですね、少年の英雄譚とあらすじには書いておりますが、まあなんだ、後に大軍師として語り継がれる少年の英雄譚が始まるぞというところでございます。まあ本当純ファンタジー戦記物っぽい感じがしますが、まあね、まあ、柴村先生なら、結構、ね、ガチガチの作品書いてくるかなと思うので、かなり楽しみなんですけど、まあ、これから読みたいと思います。やがて僕は大軍師と呼ばれるらしいでございます。お次はこちら、ジャッキャラ友崎くんの 8.5 巻ですね。はい、今回、点5ということで短編となっております。はい。で、さらにお次はこちら、香川文庫新刊で、千歳がラムネ瓶の中の、最新第3巻になります。はい。というところでね、今回香川文庫でね、まあ、最近の大人気のラブコメが、一気に登場というところでございますが、はい。そんな感じでございます。はい、そんな感じで、4月のラノベ購入品の紹介でございました。まあ、最初はね、まあ、そんなに買ってないかなとか言ってたんですけど、まあ、よくよく行ってみたら、まあ、割とそこそこ、いや、だいぶやってましたね。はい。というところで、今回そんな感じだったんですけど、まあ、そうですね、今月は、まあ、買った分は、まあ、そこそこ多かったんですけど、まあ、その分読んだ本もね、実は結構、先月よりかは読めていたので、まあ、よかったかなっていう感じで、まあ、その、今月読んだ作品に関してはまた別で動画あげると思うので、そちらもよろしくお願いします。ということで、今回は4月のラノベ、これに紹介まとめでございました。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。